森さんですよね。あ、そうそうそう、 YouTube で見たことあります。有名やからな。いつもここに住んでるんですか。あ、ここ、日本路上生活。大体今どれぐらいですか、ここに生活して。え、どれぐらいですか。何がここに生活して。いや、もう1ヶ月ぐらいだね。家はあるけどね。あ、収入は、うん、立ちんぼ、立ちんぼ。あ、立ちんぼ。立ちんぼって大体どれぐらいなんですか、1時間。1万5000円とか。行こうよ、3ピッ。この後。この後ですか、10分後。え、大体いつもどれぐらいやるんですか。今、大体1万でやってる。ああ、じゃあ何人ぐらい。1日 ?3 人とか2人とか。今の時期は。まなみさん、地元どこですか。武蔵野市。あ、武蔵、東京なんすね。あ、そうそうそう。え、もともと仕事何されてたんですか。普通に昼職して大企業に勤めたんだけど、潰れちゃって。大企業、一部上場の企業。うん、一部上場、もう超大企業。へぇ。で、そう、潰れちゃったからやめて、はい、そこから風俗やってみたいな。あ、もう撮ってる。あ、はい、撮ってます。なんで、ちゃんとかかってます。大丈夫です。その、みんなさ、撮影するって言ったらさ、この辺の人たちよ、かぶちゃんの、かぶちゃんの。1分いくら?10分ってなると4000円とか。いや、それこそ3000円とかじゃない。あ、そうなんや。あ、いいですよ、はい、続けて。で、大企業が倒産して、その後、かぶちゃんか。そうそうそう、セクキャバとかやってて、大手のセクキャバに頼まれて。今ちなみに1ヶ月どれぐらい稼がれてるか。でもそんな40万くらいじゃない。あ、じゃああれですよね、20代の女性にしたら結構いい方ですよね。うん、まあね。そしたら40万くらい稼いでたら普通にどっか住めるんじゃないですか。住める、だから住んでるよ、千葉県の一軒家に。あ、そうなんですか。そうそうそう。あ、そうなんだ、うん、え、でも家はあるけど普段はこちらに。そうそうそう。こっちの方がいいか。千葉県だとさ、はい、千葉だともう人がいないから、いるんだけどね、あんまり客取れないかな、はい、だから新東京都新宿歌舞伎町か東京都豊島区池袋。ああ、池袋。そうそうそう、下口とか行ったり、でも2人で階段とかで座って待ってるみたいな、立ちんぼしてるみたいな感じ。まなみさん何してる時一番楽しいですか。ホストクラブの担当に会う時が一番楽しい。あ、それ YouTube 見ました。担当とサブ担に会ってる時が一番楽しい。担当はね、きっちりね、時間内でお金払って帰るって感じなの。延長ってかね、おまけしてくれないんだけど、サブ担はちゃんと、その本当は1時間1万円でクイックで入ってるから、1時間以上いると、普通は2時間いた場合2万とか取られるの。1時間過ぎた時点で普通2万円は払わないといけないんだけど、サブ担の場合は普通に1時間40分とかいて1万円。クイックで入ってるから1万円でいいよみたいな。で、ずっとナンバーワンだから、ずっとじゃないけど、今月ナンバーワンだし、先月もナンバーワンだから、今月はまだ分かんないけど、先月ナンバーで、先々月がナンバー2で、だから実力があるから、別にナイキンさんにその時間とか過ぎても、別に怒られないみたいな。最高、なんかクイックで入って1時間ね。1万円なんだけど、なんか、あれだった。なんか2時間20分いて1万円でいいよって言われて、お金1万円、お金いいよって言われて。それ、彼氏さんとかいらっしゃるの？いる、ホストの社長。ホストクラブにいる。あ、ホストクラブ一部に一応付き合ってる彼氏がいる。彼氏さんとどっかデートとか行かれるんですか？最近行ってないけど、ラブホテルが多いかな。ああ、じゃあ普段はラブホで過ごすみたいなのがデート。そう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 。なんかエッチ、セックスが好きやから、なんかそいつ自身も、うん、YouTuber かなんかなんですか。あ、そうです、今 YouTube で撮ってて、うん、まあ、それくらいしか楽しくない。あ、でもお客さんとセックスしてお金もらえたりとか、まあ、大金とかくれたりとかする人いるから、一番そういう時は嬉しいよね。お金くれる人って、そう、大金ってどれくらい1回で渡すんですか。いや、普通にお泊まりコースで4万とか。くれる人はくれる。この間、外国人でなんか3時間いて、エッチしないで 7万もらってって感じ。だそういう人がいるから。外国人で金ない人多いけど、たまに金持ち見つけるんだよね。
運よく。そう考えると7万って相当高いっすね。めっちゃくれて、なんか金庫に200万入ってるって言われて見せられて、本当に入ってて、それにはちょっと驚いたよね。すごい200万本当に入ってたからちょっとびっくりした。毎月40万、まあ平均40万ぐらいで何人にお金使ってるんですか？ああ、ホストクラブ。ホストに、ああ、一部はだいたい20万、サブタンは5万とか10万とか。ほぼホストに。自分には使わないんですか？使わない、使わない。毎日同じ服やし。まあ昨日はお泊まりコースで1万3000円もらって、でその前同じ人で2日連続泊まりに行って、お金3万お金もらって、で昨日はなんかそのこのワンピース、ヨークセーターをなんかワンピース洗ってくれた人がいて。マミさん、ご家族とかは武蔵野市にいらっしゃるんですか？あ、いるいるいる。兄弟いらっしゃる？いない。お、一人。うん、ありました。そしたらもうそろそろ、ちょっと、そしたらなんか、いや、まだです。あ、まだ、まだあと4分ありますね。マナミさんの将来の夢とかありますか？担当と結婚する、子供を作る。あ、ポスターの方と。そう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 、将来の夢は、一回なんか担当なんか普通に付き合ったけど、今社長の人とね付き合ったけど、なんか結婚しようって言われて、結婚する結婚するって言われて、結局結婚しなかったから、なんか今の担当も、私売りかけがあるんだけど、売りかけ会社だったらなんか結婚考えるって言われて言われてるから、だからそれを待ってるって感じ。でも結構、まあ、そんだけ稼いでたら返せるんじゃないですか、結構売りかけ。まあね、でも売りかけの額が額だから。大体いくらぐらいですか？いや、それは言えない。言えないくらいやばい。へえ。普通の人だったら100年くらいかかる。100年？うん。普通の人だったら。それ大体どれぐらいで返す予定なんですか？いや、担当にはあと1年で返してって言われてるけど、その10ヶ月でその金額が溜まっちゃってるもんだから、私は何十年かけてで払うよって話したら、いやもうあと1年で、来年には返して、1年で返してって言われて。まあ、じゃあ基本まなみさんはもう歌舞伎町をずっと行く感じですか？別の町、あ、まあ、それこそ先に行ってた池袋とか。はい、行かない行かない。歌舞伎の方が人いるから。あ、大丈夫、人だよ、一応大丈夫だよ。歌舞伎の方がやっぱ人いるから。友達からあります。やっぱ知り合いもいるしさ、友達もいるからさ、やっぱ楽しいし、池袋なんて全然友達もいなければ知り合いもおらんし、つまんないから。まなみさん友達どうやって作ったの？ここで作ったんですか？そう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 。友達は何されてるんですか？普通に風俗やったり、パパ活したり、立ちんぼしてる子だったりとか、いろいろ、その子自身もいろいろかな、人それぞれ違う。友達同士結構悩み相談とかされてます。あ、大丈夫です。はい、わかりました。すいません、これにて10分ですので、すいません、ありがとうございます。お時間いただきまして、ありがとうございました。これから撮影していきます。すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。